どうも、バンバンバン山本です。はい、本日はですね、こちら宇宙一からですね、エアコンを使いまして、部屋を円滑にこう全体的に冷やす方法というのをですね、お伝えしたいと思います。はい、ポイントその1、風向きでございます。皆さんですね、リモコンで調整されますよね。その風向きを床に対して平行、もしくは少し上にしてあげてください。この状態ですね。はい、まあ、なぜかと申しますと、冷たい空気というのはですね、足元にこう溜まりやすいんです。その流れでいくとエアコンも一緒です。まあ、冷房というのは冷たい空気というのが出ますね。はい、で、まあ、床に対して平行、もしくは少し上にやってあげると、冷たい空気というのが、まあ、下に、まあ、落ちず、上にこういってこう下に落ちる感じですね。言ったらもうボールをこうやってこう投げてる感じですよ、冷たい空気を。だからこうやってこう落ちるんです。はい、なのでこの風向き上下運動、まあ、これダイキンさんのリモコンなんですけど、この風向きってありますよね、これが一番上になっております。これが、まあ、下、まあ、下にやりがちなんですよね。こう下にやると風が当たって気持ちいいんですけど、これだとずっと下に冷たい空気が溜まってしまう状況になってしまうんですね。なので部屋全体を冷やすには、この風向きを上にしてもらって、はい、こちらですね、こちらにしてもらってやると部屋全体が涼しくなっていくという原理でございます。はい、2つ目のポイントでございます。2つ目のポイントはエアコンの風量ですね。はい、まあ、大体ですね、一般家庭で使われる温度というのは27度から28度なんですけれども、こちらですね、まあ、ちょっと暑いなって思った時に温度をですね、大体皆さん下げがちなんですね。はい、この下げる時ってこう一番ね、電気を使うんですって。はい、なのでこの下げず風量を上げてあげてください。この風量、静かとか、まあ、大気なさんとか静かとか、このまああるんですけどね、この冷房を押したら今28度ぐらいですよね。風量静かで1、2、3、でこれ4までありますよね。すっごい出るでしょ。人間というのはですね、風があるだけでこう涼しく感じるものなので、ぜひですね、この温度を下げず風量を上げてお試しください。はい、いろいろですね説明しましたが、私の、おすすめ、こちらは自動機能でございます。この自動機能にしますとですね、部屋の温度に合わせて快適な空気をですね、エアコンから自動で出してくれるので、それがおすすめです。で、これ見てくれたら分かるんですけども、温度というのが出てきませんよね。これは部屋に合わせてあの温度を調節しているので出てきてないっていうことですね。まあ、その自動でもちょっと若干暑いなって思った時はこの温度を下げると、はい、で寒いなって思ったらもう上げてください。はい、そうするとエアコンが自動で勝手にですね、こう部屋の空気をですね、気持ちいい空間にしてくれるので、自動がおすすめでございます。はい、エアコンがですね、こう設定温度ありますよね。この設定温度というのをこのわーっと寒いからって下げたりね、こう暑いからってガーッと上げたりすると、こうエアコンがですね頑張ってしまうので、まあ、電気代もですねちょっと上がってしまいます。はい、なのでこの風量をですね、こう増やしてあげて試してみてください。ビビ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 ボカーン、エアコンの冷房の温度が 28.0 ですね。ということでですね、まあ、28度にしていただくか、風量を自動にしてですね、夏を快適に乗り切ってください。それではバイバイキーン。